皆さんからいただいたファッションのお悩みに答えていきたいと思います。前にインスタグラムで質問とかファッションのお悩み募集したんですけど、それでたくさんいただいたんです。ありがとうございます。その中から今日はいくつかピックアップしてお答えしていきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。では読んでいきます。あやこ M59 さんの質問です。30代2児の母です。流行りの大きな襟のブラウスを着たいけど、若い子、過去10代から20代向けかなと思って購入できずにいます。萌ちゃんならどんなコーディネートするか知りたいですということです。なるほど、確かに流行ってますよね。大きい付け襟とかね、テレビとかでタレントさん、若いタレントさんが付け襟の着てると、まあちょっと甘い印象もあったりして難しいかなと思うんですけど、実は結構付け襟とか大きな襟の服はハイブランドからもたくさん出ていて、だからなんか結構モードなアイテムでもあるんですよね。なので私もやっぱりここら辺盛りたいじゃないですか。今特に SNS とかオンライン会議とかここら辺が結構勝負なので、ここら辺の印象を良くするためにも襟の大きいデザインはいいなと思うので、私もいくつか今日持ってきたのでちょっと説明していきます。まずですね、私がこれ一目惚れしたのはコラムのブラウスです。結構清楚なイメージなんですけど、襟がかなり大きくて、多分ポイントは角度なのかなって。結構甘いフリフリっとした襟ではなくて、結構シャープな角度のある襟なので、大人でも着やすかったりするかなと。あとなんかリボンとかついていないところもいいのかなと思ってます。あとね、もう一つこれも付け襟ではないけど襟にポイントがあって使いやすいかなと、ちょっとそれ風だなと思って購入しました。なんかちょっと懐かしいデザインだけど、まあ、他のところが結構大人っぽいのでこれかなり使えますね。あとは合わせ方で、これにブワッとふわっとしたスカートとか合わせちゃうとすっごい甘くなっちゃうんだけど、シャープなシルエットのタイトなスカートとか、あとまあパンツとかですね、スキニーパンツとかでもいいんだけど、そういうの合わせると大人っぽくシュッと着られるかなと思います。次のお悩みです。またゆういちいちさん、ファッション企画嬉しいです。ありがとうございます。スキニーを履いたおしゃれに見える小物などコーディネートが知りたいです。私スキニーばかり履いてしまって普通の格好になってしまうのでということです。ありがとうございます。スキニーばっか履いちゃうっていうお悩みは実は他にもいただきました。わかる気がする。便利ですしね。で、楽してる、サボってる感もないし、まあ、本当何でも使えますよね。ちょっとお出かけ着から本当楽ちんで、お家でリラックスする時から、うん、スキニーはそうですね、今何でも本当何でも合うからこそ何でも合わせちゃうんですけど、まあ、シンプルに白ブラウスとかで、これ結構お尻周りまですっぽり隠れるタイプなんですけど、まあ分量でスキニーばっか履いてるなっていう感じをなくすっていうか、まあ、このブラウスを主役にするっていうコーデとか、あとまあ同じくワンピース、まあ、前開けてシャツっぽく着てもいいですし、裾までちょっとスカートちゃんとボタンを締めてワンピース着てますみたいにしてもいいし、それでワンピースをワンピースとして着ないでスキニーと合わせてるかっこいい着方をするっていうのが、あとは色で遊んだり、かなりこれ秋から春までずっと使えるニットだったんですけど、ニットとか T シャツとかでもふわっとお尻が隠れるようなものとかはすごい使いやすいと思います。そして最後はスタッフさんからのお悩みです。よく暗い服を選びがちで、明るい服を着るのがちょっと恥ずかしいっていう感じなんですけど、どんな風に明るい色を取り入れたらいいですかっていう質問です。そうですね、暗い色の服はいきます。これが紺なんですが、ネイビーも結構使えて、まあ、ネイビー普通に着ると結構地味になっちゃうっていうか、
なりがちなんだけれども、肌の色が綺麗に見えたりいいところもたくさんあるので、上手に取り入れたいなって思ってます。例えばまあ今着てる明るい色のスカートとかと合わせて色コーデするとか、あと分量をこのままストンと着るんじゃなくて袖をまくったり、もうウエストインしたりすることでかなり見え方が変わってくるので、紺のとか暗い色のいいところを使いつつ分量で調整していく、その日の気分で合わせていくっていうのがいいかなと思います。あと甘い服が苦手っていう方も多いと思います。ピンクとかこういう色ちょっと着慣れてないからどうしたらいいんだろうっていう方は、明るい色でもアイシーなブルーとか冷たい感じの水色とか、あとはまあ黒が多くなりがちだったらその雰囲気は壊さずに白を入れてモノトーンでかっこいいまま明るい色を入れていくっていう方法もあると思います。はい、いかがでしたでしょうか。私自身も皆さんのお悩みから、あ、こんな発見があったかとか、あ、確かにこういう悩みってあるなとか気づきが多かったので、またこのお悩み相談のコーナーはやっていきたいと思います。質問お悩みあったらコメント欄とかでもいいし、インスタグラムでもいいので、ぜひ気軽に何でもいいので書いてください。待ってます。